小四男子生です。難関中を目指す小学四年生の夏休みの過ごし方、スケジュール、この夏にしておいた方が良いことなどをアドバイスいただけたらありがたいです。やはり夏には塾に通わせた方がいいのでしょうか。え、当然でしょう。夏こそ大事ですからね。もうそれ夏だけでも塾に通ってもいいぐらいで、夏は大事です。塾に入ったら塾の通りにやらない。 時間とかもう4年からはないのでね、当然塾に行って、がっちりと予定を組んで、それを必死で回すっていうことだけを考えたらいいと思いますね。まあ多少ね、子供ってね、例えば3時間勉強するとするでしょ、3時間毎日毎日きっちりやって、もう息つく暇もなく勉強してるんですとか言って、まあ、よく言うんですけど、全然息ついてます、3時間の間に、何回も。大体1回、1時間で算数やるでしょ、算数やりながら。ずーっと あと必須やったらもうちょっと一問やっちゃう「ふー」とか言って違うと考えてねもう一問やってみたら「ふうとか違うとかえ結構息抜きしてるんですよだからねわざわざ息抜きをねさせる必要ないんでなんかきっちりね勉強させてほしいなと思います特に夏はね。